はい、どうも皆さん、こんにちは、カンタです。今日はついにセレクションが登場したということで、セレクションのガチャを引いていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずガチャ動画に入る前に本日の更新情報を見ていきましょう。まず一つ目が消費コイン2分の1の開催、一番いいタイミングでの開催となりました。セレクションでオーダーに入りそうな選手が引ければコイン2分の1の開催中に先に特殊能力を上げてしまってもいいでしょう。またスピリーグも近いため頑張る方は純正の特殊能力も上げるようにしてください。続いて2つ目、セレクション開催記念キャンペーン。こちらは公式ツイートでのお知らせになります。得票数が多かったアイテムが後日配布されますので楽しみに待っておきましょう。激アツな内容となっています。本日の更新情報は以上となります。続いては本題のセレクションの方に入っていきます。細かな能力の修正はありますが、この動画では詳しく触れません。佐々木選手にフォークが追加され、リアタイ強化されたのが注目ポイントとなるでしょう。ということで勝負のガチャの方に移っていきます。まず引いていく前に自分の狙いの選手をまとめたものとしてはテロップの通りです。今回は前半戦活躍セレクションということであまり期待はしていませんでしたが、限界突破できる選手がかなり来てくれました。阿部選手、佐々木選手、松本選手が限界突破3回、それ以外の選手は極みにできるので、むしろ例年よりも激アツとなっています。シリーズ2で9スタコンボ同時出しを目指しているので、今永選手が1番の狙いです。キャッチャーができる坂倉選手が2番狙い、楽天枠も補える浅村選手が3番狙いとなっています。さあ、ということでね、早速10連目引いていきます。ちょっとね、今撮影ミスってここの場面からになっちゃうんですけど、ご了承ください。さあ、リリース。さあ、10連目のね、結果かなり重要です。めちゃめちゃ久々のガチャ。さあ、いいスタート切りたい。飛んでくれ。10連目からね、ちょっと S 出してね、いいスタートを切りたいんですが、まあ確定外からね、S はなかなか出ないとは思うの。おーおー、びっくりした。完全ノーマークでしたね、今ね。いや、栗山選手能力どうだっけな。ミート型とかだったらワンチャンオーダーには入るかな。まあ寿命は短そうなんですけど、いきなりいいスタートは切れました。まあセレクションね、確定外から出るのはやっぱ通常 S ランクの方が多いですかね。さあ、10人目はOK ということで、まあそこそこなスタートが切れたんじゃないでしょうか。続いては20連目の方引いていきたいと思います。お願いいたします。で、先ほどね、引いた栗山選手は総力型だったので、おそらくオーダーには入りません。まあ確定外からね、セレクションが1枚でもね引けたりしたらかなり激アツなのかなという感じで引いてはいます。さあ、まあでも S ランクいきなり出たんでね、いい流れを引き継いで、おー惜しい。演出いきなりでも惜しいですね、結構ね。さあ、お願いします。おー、笑った。すごくない？結構すごい流れだと思います。さあ、セレクション来てほしい。 30% だっけ。なんかあんま確率見ずにね、ガチャ引いちゃってるんですけど。さあ、セレクション来い。何枚目かな。6枚目。おー、 A ランク。さあ、緊張しますね。さあ、7枚目。おー、マルモレホス選手。まあセレクションはね、なかなかやっぱそんなに甘くはないですね。いきなり来たりはしません。まあでもいいんじゃないでしょうか。2枚 S ランクが出ています。さあ、まあ実際でもね、補強になってないのであんま意味ないっちゃ意味ないかな。さあ、ということでこんな感じで30連目いきたいと思います。続いては最初の勝負ですね。30連目の方、セレクション確定引いていきたいと思います。お願いいたします。まあ一応ね、12人今回ね、かなり当たりが多くてね、もう気楽には引けてはいるんですけど、まあ言うてもね、限界突破3回の選手はなるべく避けたいなとは思っているので、そうですね、まあ極みにできる、まあそうね、限界突破3回の選手が3人のはずなんで、まあ残りのね、9人の選手を引きたいなっていう感じです。なんか演出めちゃめちゃ良くない？なんかこれ演出何個か以上出たら2枚確定とかありませんでしたっけ？あんま自分ね、ガチャ引かないので分かんないんですけど。おー、1枚目。おー、石川選手。いや、そうやね。演出が今やたらと良くてね、ちょっとの、全く触れなかったんですけど。いやー、でもここで通常 S ランクが出てしまったってことは、もう確定までないかな。さあ、まあね、狙いのね、結構上位の方の選手が、おー、びっくりした。ウォーカー選手。さあ、上位の方の選手がね、狙い来てほしいな。さあ、8枚目。9枚目。さあ、10枚目。お願いします。おー、大勢選手、なんとも言えないな。大勢選手ね、A ランクめちゃめちゃいるんですけど、なんか育てるのなぜかサボってて、結構時間かかるんですよね、極みにするのに。まあでも、極みできる選手引けたので、OK としたいと思います。続いて、40連目の方引いていきたいと思います。お願いいたします。
まあ、30連でね4枚 S ランク出るってことなかなかないと思うんで、まあ、一見ね神引きには見えるんですけど、まあ、補強できてるのが実際大勢選手のみで、大勢選手もね狙いとしてはちょっと低めの順位だったので、まあ、ここからねもっともっと引いていきたいと思います。さあ演出はずっといい感じなんですよね今日なんか。さあまた S 出たりしないかな。さすがにここで止まりますかね。さあ笑って、さすがに笑わず、まあ、今回ねセレクション欲しい選手が多いので、よっぽどね神引きしない限りは90連までは行くと思います。さあまあ30連でね、まあ、大勢選手、まあ、とりあえず極みの選手は引けたので気持ちは楽ではありますが、まあ、どんどん引いていきたいのが本音ではあります。さあ12名、うん、ということでテンポよく続いていきたいと思います。続いて50連目の方引いていきたいと思います。お願いいたします。まあ、セレクションってね意外となんとなく引いている方もいると思うんですけど、意外とねリスク高いガチャですよね本当。まあ、例えば30、60、90でね選手被ったりしたらもう手元にはね何も残らないので、やっぱ確定があるガチャよりはリスクは高いのかなっていう感じです。まあ、ただねスピリッツが魅力的なので自分は引いています。さあ、うん、さあここに来てちょっと渋めにはなってきました。まあ、次のね60連目が確定、まあセレクション選手確定なのでそこが勝負ですかね。さあとりあえず8、9続いて60連目いきたいと思います。続いては60連目の方引いていきたいと思います。お願いいたします。まあ、前半の方ねめちゃめちゃ勢いあると見せかけて結局ね何も補強できなかったっていうパターンが一番萎えるんでね、ここら辺はまあ本当に確定分だけでいいのでしっかりね極みにできる選手を引きたいなと思います。まあ、大勢選手の被りだけはちょっと避けたいですかね。まあ、他の限界突破3回できる選手も一応、まあ、限界突破コーチ使う選択肢は全然あるので、うん、まあ、インスタちょっと今回渋めなので最後の10枚目だけですかね。さあとりあえず大勢選手の被りだけは避けたくて、まあ極みは引きたいなっていう感じです。お、6枚目 A ランク。さあ8、9、さあ勝負の60連目の10枚目お願いします。おー、阿部選手なんとも言えないな、限界突破3回なんですよね。いやーなんか3回の選手でもいいって言ったんですけど、限界突破コーチ使うかちょっと微妙ですかね。ということでちょっと巻き返したいと思います。続いては70連目の方引いていきたいと思います。お願いいたします。さあちょっと60連目ね、お、 S ランク確定きました。ここはちょっとセレクション引きたいな。まあセレクション90連引いてオーダー入るのが大勢選手だけとかだったらちょっとねリーグも危うくて、まあ阿部選手にね限界突破コーチ使うことにはなると思うんですけど、いやちょっと寂しい、さすがにね寂しいのでここはセレクションを引いておきたい。さあ確定外からねちょっと出すのは難しいと思うんですが、今回結構確定外から S は出しているので、まあそろそろねセレクションの方を引きたいところです。1枚目、おー来ました、よっしゃ、これは嬉しい。いやーここでーす、マジでビッグサプライズですねこれこそね、村上選手、いや超嬉しい。お、4枚目、いやーこのね期待がねちょっとね60連でちょっと若干ですけどがっかりした後にねこうやって来てくれると嬉しさが倍増でございます。さあということであと20連引いていきたいと思います。続いては80連目の方引いていきたいと思います。お願いいたします。まあ今のね村上選手引けたことでだいぶ気持ちが楽になりました。まあ、とりあえず大勢選手、村上選手がオーダー入れられて、でまあ阿部選手もね限界突破コーチ使えばオーダー入るっていう状況は作れているので、まあ最低限の引きはもうすでにできているかなという感じです。まああとね90連の確定分とここら辺で出てくれたらめちゃめちゃラッキー。うん、まあさすがに来ないか。そうですね、おーおーおお、まあ10連目の、ね、いきなり演出なしで来てはいたので、まあ可能性はあるっちゃあるんですが、さあちょっと90連目ね誰引けたらいいかな。結構まあ村上選手とかもねまた引いちゃったらかぶりになってしまうので、まあ難しい部分あるんですけど90連までいきたいと思います。さあということでついにセレクションのガチャラストですね。90連目の方引いていきたいと思います。お、いきなり演出、いい演出出まくってね、ちょっと2枚引きとか最後できたらマジで神回です。さあまあ90連目でとりあえずね村上選手、大勢選手以外の極みにできる選手が引ければ、まあめちゃめちゃ今回のガチャ動画は個人的にはですけど勝ちでございます。さあまあ2枚引きはないかな演出的に。さあ10枚目が勝負ですね。まあ、お、いいね。まあただ演出足りないかな、ちょっと2枚引きの演出とかあんま詳しくはないんですけど。さあまあでも佐々木選手でもまあいいかな、限界突破3回で、うん、まあ一応ねリアタイ的にも強くなっているので。さあ10枚目お願いします。
おー、松本選手、そうか、そう来るか。まあそうですね、平均的な引きだったんじゃないでしょうか。セレクションのガチャ動画は以上となります。皆さんの引きはどうだったでしょうか。自分は S ランクがたくさん引けましたが、オーダーに絶対入るのが村上選手、大勢選手、限界突破コーチ使うか検討するのが阿部選手、松本選手という結果でした。被りは一応なかったので悪くない結果だったと思います。皆さんの結果もぜひコメント欄で教えてください。久々のガチャ動画が見れて嬉しい方はぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。撮影している15日4時現在、今のところ自然回復で進め、初心者に合わせて12球団オーダーで進めている自分の進捗状況としては、オーダーポイント報酬は全て回収が完了し、チケット獲得枚数が303枚となっています。進み具合の目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日にやるべきこと動画を上げる予定です。来週のイベントガチャなどを予想していくので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。